なにをベジーター動けないサイヤ人など必要ない死ねベベジータななんてやつだ自分の仲間まで殺しちまいやがった二人とも今すぐカメラウスに帰ってくれ あいつは凄す,すぎるんだよかえって悟空が気を使って邪魔になるだけなんだすまねえなあいつの強さ思ってた以上見てなんだは,はいわかりました 場所を変えずぞ好きにしろ、同じことだよし、このあたりが人も動物もいねえだろうなるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか <laughs> 喜ぶがいい 貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからなサイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査されるその時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ要するに貴様は落ちこぼれだそのおかげで オラはこの地球に来れたんだ感謝しなきゃなそれによ落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあっかもよ <laughs> 面白い冗談だでは努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう